しますでしょうか。はい、それではお集まりいただきました皆さん、ありがとうございます。大石あきこです。私は令和新選組で衆議院議員もしているんですけれども、今回、記者会見を開かせていただいたのは、私が訴えられている件、個人的に、私が令和新選組に入る前になりますけど、2019年に、あるツイートを2つしたと。そのツイートが名誉毀損であるとして、山口則之氏が、原告として東京地方裁判所に私を名誉毀損で訴えた、その地裁判決が本日出まして、それに関する記者会見となります。隣に座っていただいているのが私の裁判の弁護士を務めてくださっている佃勝彦弁護士です。詳しい解説などをしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まずですね、概要としまして、本日の3時に東京地裁で判決が出まして、これ事件番号も言っておいた方がいいですかね。東京地方裁判所令和4年括弧は第186265という事件番号なんですけど、これの判決が3時に出まして、で私それ最初判決を聞いた時に、22万円大石は支払え、それからツイート2つのうち1つを削除せよという内容でしたので、負けたんちゃうかというふうに最初印象を持ったんですけれども、で判決文っていうのが渡されまして、ただその判決文を読みますと、こちらが全面的に、ほぼ 95% 私がした2つのツイートですね、それについては正当な論評であるというこちらの主張が全面的に認められており、ただしっていう部分で、その22万円支払い削除という作りになっているということが分かりましたので、この訴えられている裁判っていうのは基本的には防衛戦みたいな、私に落ち度が、大石あきこの言論に落ち度があったのかっていうことですけれども、 95% 私の論評ツイートは正当であったということがまず認められた上で、残した課題があるという全体構成なのだなというふうに理解しております。まず私がどんなツイートをしたかなんですけれども、事件の概要ということでお配りしておりますレジュメです。被告が2019年12月19日に行った、2つのツイートが名誉毀損であるということで、山口則之さんが、ツイッターの投稿の削除と880万円の損害賠償、それから被告のツイッターアカウントへの謝罪文の掲載を請求するというのが、この事案の概要です。で私が、2つのツイートをしたと、このようなツイートをしました。当時元 TBS 記者で安倍総理の御用山口則之氏、伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行った、その山口氏側の敗訴不服の記者会見に伊藤詩織さんが出席している、強くてまっすぐな人だ、たくさんの絶望を支援者と乗り越えてきたんだろうなというツイートが1件目。そしてもう一つのツイート、山口則之1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことんまで人を暴力で屈服させようという思いやがったクソ野郎、そんなやつが安倍政権を支えている、絶対許せない、怒りはこんな言葉では言い表せないというツイート、この2件を2019年ですから、3年前の12月19日にツイートしたんです。時系列でもう少し説明いたしますと、2019年12月18日、このツイートの1日前ですね、伊藤詩織さんと山口氏の、裁判がありまして、その一審判決が出たのが、出たのが12月18日です。その判決によりますと、山口氏による伊藤詩織さんへの性加害行為を認めて、330万円の賠償を命じております。そして、その翌日に私が本件ツイートしたと。私の主張としましては、この2つのツイートですね、前日にこの訴訟で山口氏の加害を認めて支払いを命じた判決の報道を踏まえてツイートしたものであって、
公正な論評であって違法性はないんだと訴えられているような名誉毀損には当たらないということを主張してきました。そして本日の判決の内容としては、一つ目のツイートですね。これは公正な論評であって違法性はないと、満額全く問題がないという回答です。もう一回ツイート言いますね。元 TBS 記者で安倍総理の御用山口森幸氏、伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行った、その山口氏の敗訴不服の記者会見に伊藤詩織さんが出席している、強くてまっすぐな人だ、たくさんの絶望を支援者と乗り越えてきたんだろうな。このツイート全文について公正な論評であり違法性がないという判決でした。そして本件ツイートの2つ目については、1億円超の、これは公正な論評であって違法性がないと言われている部分を言います。1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けたという部分、公共性及び、公益、打ち間違えましたね、公益目的が認められ、でかつその前提事実は真実であったと、これ誤字修正しております。あ、そうです、はい。この山口氏側は、問題があると言ってきた部分ですけれども、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けたという部分について、公正な論評であったと、違法性はないという判決です。ただし、クソ野郎という部分ですね。私がツイートしました。とことんまで人を暴力で屈服させようという思いやがったクソ野郎と、この4文字、このフォレターワードについては、人身攻撃に及んでいるものであると言えるから、意見ないし論評の域を逸脱したものであると言えるという、そういう判決となりました。で、私はこれについて不服だと、不当だと考えております。そうですね、皆さんにも今ご説明しましたけれども、伊藤さんが山口さんに1億円超のスラップ訴訟をなされると、で伊藤さんはまず山口氏に同意なき性加害を受けたんだということを告発されて、立ち上がった方、告発された方なんですけれども、その過程で山口氏ご本人もそうだし、その周りにいる、議員までやってる人もそうですけども、伊藤さんが悪いんだと、伊藤さんに問題があるとか、またはネットでも伊藤さんがものすごく、とんでもなくバッシングをされて、日本に住んでおれないというぐらいのバッシングをされていました。そのような渦中で、伊藤さんのみならず、この日本に住む女性全体がこのような事件が起きたときに、その女性の方も悪かったんだろうとか、証拠ないじゃないかとかいう形で、この性加害っていうのが黙認されていくという、そういう社会だと思いますので、その中で、立ち上がった伊藤さんに対して、ここまでのネットでの攻撃にさらされるっていうこと自体、そして山口氏のやったことそのものが人身攻撃だと考えています。山口氏が、その山口氏が私がクソ野郎と言ったことに対して、人身攻撃だと、この裁判で主張されてきてたんです。で、その部分を裁判所が今回認めていると。何を言ってるんだと、強姦という人身攻撃したのは山口さんあなたでしょうと、しか私は言いようがないんですけれども、その部分、人身攻撃に及んでるという相手方の主張が、一部だけ認められて、その額が今回、880万円の損害賠償に対して22万円に相当すると。そしてツイッターアカウントが、判決ではそのクソ野郎の部分を消したらもう一回ツイートしたらええやんみたいな判決になってるんです。だからもうクソ野郎を取って、もう一回ツイートできるでしょってことまで判決文に書いてあるので、本当にごくごく一部の部分を認めたとはいえ、ツイートを削除というのはこれは値しないだろうと、不当だろうと考えておりますので、私としては、これは不服だと、控訴したいと、そのように考えております。で、少し説明が長くなりましたけれども、皆さんにはぜひこの判決文読んでいただいて、なんていうか名誉毀損みたいに訴えられて、一部その額が、ごくごく一部の額だったりが認められた場合に、
そのあちら側に正当性があったという印象になりがちだと思うんです。私も最初そう思ったんですけど、判決文を読むとこちらで主張してたいかにその山口氏のやったことが悪いことかという部分が多く認められていますので、まあ、ぜひその部分も改めて皆さんに知っていただいて、まあ、そういう悪いことしたやった悪いことした人はまず反省せよと、まあ、そういう社会にしていきたいなと私は思っております。では改めまして、弁護士を務めていただいております筑田弁護士にこの判決文の内容など解説いただけたらと思います。筑田です。よろしくお願いします。今の大石さんの話でほぼ説明は尽きておりますけれども、多少重複をするかもしれませんが、ご説明すると、まあ、一言で申し上げると、クソ野郎は言い過ぎだというふうに裁判所が言ったというだけの判決というふうに言っていいと思います。お手元に、本日言い渡しの判決についてという、資料をお配りして、そこで大石さんの2つと2つが、1ページ目の下丸102にありますけれども、この波線の部分が名誉毀損だということで原告の山口氏は訴えてきたんですね。でそれについてこの丸1の波線の部分、伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行ったという記載、これは公正な論評であって何ら違法性がないというのが裁判所の判断です。そして丸2のツイートの波線部分、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことんまで人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎、この前半部分、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けたという記載については、事実の公共性もあるし目的の公益性もあって、しかもその前提として論評の前提としている事実は真実であるというふうに裁判所は判断しています。つまり大石さんが、山口の行ったことについて、した論評、計画的な強姦を行った、1億円超の伊藤さん相手に、訴え出た1億円超の裁判はスラップ訴訟だ、そういう評価はいずれも何ら曇りのない公共性公益性があり真実な事実に基づく論評だというふうに裁判所は言ってくれたわけです。しかし最後のところでですね、まあしかしクソ野郎とまでは言う必要はないだろうというところでガラッと賠償が22万、命じられて、なおかつそのクソ野郎という記載を含む方の2つ目のツイートについては削除しろと言われたということです。つまり言論においては、基本的な論評ですね、基本的な事実に基づく基本的な論評については全て問題がないというふうに言われている判決であるというふうに総括して良いと思います。で少し法律的に細かいことを申しますと、22万という賠償を命じられている上に、ツイートの削除を命じられているんですね。でしかしこのツイート丸2の方のなんですけれども、今申し上げたように1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けたという部分については、何ら問題がない論評であるというふうに裁判所自身が言っているわけです。しかしその後に出てくる言葉に言い過ぎの部分があると、このスラップ訴訟だという批判の部分、公共性公益性のある批判の部分まで削除しなければいけないのかというところについては非常に私は不服を持っております。公正な論判例は、公正な論評の法理という一つの理屈を採用していまして、それは、基本的に論評は自由であると。それはなぜならば、表現の自由があり論評の自由があるから、人には表現の自由があり論評の自由があるから基本的に論評は自由なんだと。だから公正な論評である限り違法ではないんだ、そういう法理が、あるわけでして、その法理に基づいて山口の起こした裁判についてスラップ訴訟だという批判をしているわけです。でそこのところについては問題ないと言っているわけですから、そこのところも含めて削除しろと言われているというのは裁判所としてはちょっと言い過ぎでしょうというふうに私は思っております。そういう意味では、まあ、問題をはらむ判決であるなというふうに思っております。私からは以上です。ありがとうございます。
ぜひぜひ判決文全文見ていただきまして、裁判所が認定した事実ですね、そのあたりもぜひ見ていただきたいなと思います。認定事実としては、裁判所が今回このように認定してるんですね。原告山口氏ですけど、伊藤さんが、タクシーに乗車した時点において千鳥足で歩くほど酩酊した状態であったっていうことを認定している。で、伊藤さんは、原告山口氏とタクシーに乗った際に近くの駅まで行ってほしい旨の依頼に対する運転手の返答を受けて、運転手に対してそれでは目黒駅に行ってくださいと述べた。その後タクシーが目黒駅に到着する直前、原告、山口氏ですは運転手に対し、原告の宿泊するホテルに向かうよう指示した。それに対し伊藤はその前に駅で降ろしてくださいと述べたが、原告はまた仕事の話があるから何もしないからと述べた。タクシーが同ホテルに到着した際、伊藤は自力でタクシーから降りることができず、原告が先にタクシーから降りて伊藤の左脇に原告の肩を入れて引きずるようにして降車した。その際伊藤は足元がふらついていて、単独で歩行するのは困難な状況であり、原告は伊藤の荷物を左手で持ち、右手で伊藤を支えるようにして原告の宿泊する居室に向かった。原告は山口氏です、酩酊状態にあって意識のない伊藤に対し、伊藤との合意のないまま避妊具をつけることもなく伊藤の陰部に陰茎を挿入する等の性行為に及び、伊藤が意識を回復して性行為を拒絶した後も伊藤の体を押さえつけて性行為を継続しようとしたという事実で、判断枠組みとして、名誉毀損、または、その時の真実と信じる相当の理由があれば、名誉を毀損していても社会的評価を落としても、それは故意または過失は否定されるという、そういう普通の判断基準があって、その判断基準に基づいてこれらの認定した事実に基づけば、私の先ほどの2つのツイートは、何ら問題もない、公正な論評であるということをかなり丁寧に書いている判決だと考えますので、ぜひ山口氏もこの判決文全文読んでいただいて、改めて反省してほしいなと、そのように考えます。皆様どうでしょうか。ご質問ぜひしていただければと思います。フランス店の大井川と申します。私もメディアなんで、訴訟を受けることがあるんですけども、悔しいのが勝訴っていうのが 100% 勝たないと勝訴と言えないと、内容を見るともう 98% ぐらいがもう勝訴なのに、でも山口氏は勝訴したって何か発信しないかなというような印象を持っております。そういった勝訴、あくまで、今回の件、もう伊藤さんに対する、性的な暴行などが認められたことで、勝訴だとお考えでしょうか。コメントいただければと思います。ありがとうございます。まずは私の主観を申し上げて、弁護士さん的にはどうなのかというのも聞いてみたいなと思うんですけど、これは訴えられてる方なので、私が訴えを起こしたのではないので、私の落ち度がないっていうことが証明されたら、完全勝訴に当たるのかなと思いますので、一部そのクソ野郎は落ち度だとされた点については、不当だと、勝訴とは言えない部分だと考えますが、私が何を大事にしているかと言いますと、このような強姦を行った方が、私クソ野郎というこの4文字、4文字だけではないです。彼が問題にしたのは計画的な強姦という部分、また1億円超のスラップ訴訟というところ、そしてクソ野郎というところを問題にして名誉が毀損されたって言っている
こと自体が、まあ、何を考えているんだって思いますし、それは伊藤さんのみならず、その、まあ、女性性加害を受けるっていう方々に対する攻撃だと私は思うんです。まあ、それをそういったことを1億円超の巨額訴訟だっていうふうに、私は伊藤さんがそうやられたっていうことに対して評価したわけなんですけれども、まあ、そこを裁判所がその低めなかったというかのは私は勝訴だと思っています。私が気にしていたのはやっぱり伊藤さん、まあ、伊藤さん裁判いろいろ起こされてましたし、まあ、多くはその伊藤さんの正当性が認められるような裁判の判決でしたけれども、でもその伊藤さんのやってきたことに私のこの2つのツイートによって何か傷がつかないかと、足を引っ張るのではないかっていうことが、まあ、私の大きな懸念点でしたので、今回の裁判でそこはもうほぼ完全払拭したと、ほぼというか完全払拭ですね。伊藤さんに対する計画的な強姦を行ったという部分、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けたということを、まあ、伊藤さんに私はお会いしたことありませんけれども、まあ、そういうものが、論評するということが公益性だったり真実相当性があるということを認められたというのは勝訴であり、私が気にしていたその何らか伊藤さんに対して名誉を下げるようなことにならないかっていう点について守れたという意味で勝訴だったと思います。あとはそのフォーレターワードクソ野郎の部分ですね、まあ、ここは先ほど申し上げたように人身攻撃だとあちらが主張されてて、人身攻撃した者がクソ野郎というこの4文字の言葉に人身攻撃だと言ってきて認めるっていうのは、もうそのなんて言うんでしょうかね、攻撃性の非対称というかというものを強く感じますので、もうふざけるなという意味では裁判所の判決はもう不当でしかないんですけども、だからその部分はまだ勝てていない部分、これから勝つべき部分だと考えています。ありがとうございます。佃弁護士ありましたらお願いします。先ほどご指摘の通り、その一部でも原告の請求が認められ られると判決の主文というのは被告はお金をいくら払えという主文になってしまうわけで、そうすると何かこう黒か白かでいうと被告側が黒星を喫したというふうになイメージとして社会に流布してしまう危険があるわけで、ご指摘のところは最もだと思います。でしかし、本件の中身を見ていただくと、先ほど大石さんも言った通り、その伊藤さんに対して、計画的な強姦を行ったという論評は公正な論評であって違法性がないというふうに裁判所が言っているという意味では実質的には勝訴なわけで、そこのところについてきちんと社会に伝えていただくお仕事は、メディアの皆さんのお仕事なので、ぜひぜひ主文の内容にとらわれずきちんと中身を伝えていっていただければなというふうに思います。はい、はい、フリーランスの田中と申します。佃弁護士にお伺いいたします。ちょっと判決文確認させてください。ツイート2の方、はい、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、ここは何の問題なんですね。はい、ここまで問題で、はい、問題ありとするのはとことんまで、人を暴力をさせるということの思いやがたくさん、この部分ですね。そうですね、こうなんですね。はい、フォーレターワードのみならず、はい、ここまでですね、うん、ここまでですね。はい、はい、それだけです。ありがとうございます。フリーの堀田と申しますけども、もともと山口紀之というのはとても悪い人だということは私たちは知ってました。で、山口紀之が変なことをして辞めた時に TBS の会長の武田がですね、武田というのは私毎日新聞の経済部にいた時から知ってるんですけども、なんか調べようとしたのもう辞めているから調べなかった。これ結局マスコミの人じゃないですよね。本当にまあいい加減な TBS もいい加減なんですけども、で大石さんはね、まあこれいろいろと挑戦したということについては私は評価しますけども、
大阪人の悪い癖でこのクソ野郎だけは言わなかった方がいいと思うんですよね。それ以外はいいでしょう。ですからこれをやるのにあなたが勝ったということはですね、皆さん認めてますよ。それよりもですね、TBS がですね、山口が何でやったということについてですね、調べないで、だから武田がですね、まあ私は武田という呼び捨てにしてますけどね、現場においては私の後輩で、毎日新聞の経済部にいた時から知ってるんですね。まさか彼がですね、TBS の社長にまでなって、それが会長になることは知らなかったんですけどね。まあ武田もはっきり言っていい加減なやつですよ。それ辞めちゃったから調べなかったっていうのは、それはないだろうとね。だからこのことで TBS は相当後ろめたいですよ。山口という人間がいたと、それに貢献を与えていたと、それが何かをやったことを調べなかった、でそのままにしておいたということで、ですからね、まあ大石さんの気持ちは分かりますけども、まあ大阪人の独特の言い方でですね、このクソ野郎というのだけは良くないと思いますよ。だからここでやめといて十分だと思いますよ。本当に私もあなたの取った行動を評価しますから、うん、やめといた方がいいです。本当に話しない。ご感想というのでいただいたかと思います、クソ野郎が関西弁かどうかは知らなかったですけれどもでもまあ私以上のデッドボールをなんか今当てにいったような気がしたんですけどまあそうですね、言い方に気をつけるっていうのは必要なことだとは思います。はい、そういった点でマイク使っていただいていいですか。まあそういった点で関西の人は東京においては損をしますからね、アドバイスありがとうございます。すいません、デイリースポーツ杉田と申します。よろしくお願いいたします。大石さんか佃弁護士どちらかにお伺いしたいんですけども、まあ控訴する考えを今示していると思うんですけども、これやっぱり次の、裁判っていうのはこの草野郎っていうのが、まあ言ったらこういうそのなんていうんですか、ね、この4文字の言ったら妥当性というなんていうか正当性を争う裁判になっていくみたいな感じになるんですか。ありがとうございます。そうですね、この22万円払えツイート削除せよはそのクソ野郎に集中してますので、まあ、そういう意味では今おっしゃったようなこの4文字の是非を争うと一言で言えばそうかもしれません。まあ、なぜこんなことになっているかというと、伊藤さんに人身攻撃を行った山口さんが私のクソ野郎に人身攻撃なんだと、その文字に人身攻撃なんだという論点を言われてて、裁判所がそれをまあ一部採用してしまったということが私は間違いだと思ってますので、人身攻撃っていう論点なんですね。これ人身攻撃ではないだろうと私は考えておりますので、まあ、そこは争点という意味では踏み込んで言うと人身攻撃かどうかということだと私は考えてますけど、佃弁護士いかがでしょう。はい、基本的に、おっしゃるご理解の通りだと思います。で、あともう少し法律論として細かくなっていくと、そもそも削除の法律的な根拠ですね、法律的な組み立てが、判決は脆弱であるという、まあちょっとなんていうか法律論が一つありますね。はい、確認なんですけど、この大石さんがこのツイートをしたときにこの草野郎っていう4文字に込めた思いっていうのは、これはもう論評、まあ自分のそのストレートな思ったことをまあ論評として出したという認識でよろしいんですか。それと本当に腹立ってこう中指立てる勢いでこの草野郎って書いてしまった、これ論評ということで確認なんですけど、いいんですか。まあ論評、草野郎は論評であるというのがまずお答えなんですけど、佃弁護士、これは私が中指立ててツイートしたか立ててないかで何か変わるんでしょうか。基本的には変わらないです。大石さんの主観は変わるかもしれませんけれども、結局それが世の中の人にどう映るかということなので、まあ内心で中指を立てていたか立てていないかは社会の人には分からないので、違いは起こらないですね。分かりました、ありがとうございます。
回目なので、1回目の方がいらっしゃればいらっしゃらないですか。あ、すいません、ちょっと基本的なところで恐縮なんですけど、このツイート、一森の現在、大石さんの ありますね、まだ。削除してないところで、現在も見れるんですか。削除しておりませんので、はい、先生、堂々と出してるってことですか。先生、堂々と、まあ、あの削除していない、いないか、すなわち残っているということです。ます、まあ、見れるということです。あ、はい、ありがとうございます。その他ございますか。フリーの方だと申します。大変ですね、失礼な話なんですけども、私たちはですね、山口の隆起という人間がですね、非常に悪いということを知ってました。だけど別にですね、何かをこれまでに何かをこういったことをしたということは知りませんで、別に訴えるとかいうことをしてなかったんですけども、まあ大変ですね、端的な問題で失礼なんですけども、伊藤さんがですね、次なる仕事を探していたという時で山口に頼ったということがあると思うんですけども、こういった行動についてですね、聞くとですね、なんとなくそれがこうなっていますか、伊藤さんがですね、悪いような表現というふうに取られてしまうんですけども、そういったことについてはどう思いますか、はっきり言って。誰の質問ですか。弁護士で結構ですか。私は特段その件について関与していないので、コメントすることはちょっとできないですね。じゃあ大石さんね、まあ失礼ですけども、伊藤さんが杉田の仕事を探していて、この山口の方に接触していたわけですよね、相談ということ。もう重ねて言ってもらわなくて、一応私の伊藤さんにお会いしたことありませんけど、今のコメントに対する、その考えを言いたいと思うんですね。私は伊藤さんがお仕事を探して困っていて、山口さんにそう接触したかっていうのが真実かどうかっていうのは分からないです。分からなくて、そうであったとしてもそうでなかったとしても、山口氏のやったことは性加害であって強姦だということですね。だから悪いっていうこと、そこに伊藤さんが良かったか、よくその伊藤さんも悪い面があったかなんていうのはもう1ミリも存在しないということです。わかりました、ありがとうございます。それからですね、丸2のですね、山口の隆起ですね、このスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことん人を暴力と、これですね、クソ野郎を除いて金でてる、暴力と金でということをやればパーフェクトだと思うんですよね。ありがとうございます。頭の体操として、その2つ目のツイートの問題となったクソ野郎というその4文字を消し、何か他の言葉で当てたら問題にならなかったのではないかということでしょうかね。金でってね、金でとやったら、はい、パーフェクトだったんではないかという添削案ですね。それで、維新の方たちがですねを中心に、非常にでかい金を持ってですね、スタッフ訴訟を仕掛けるということ自身ですね、まあ一般の人にとってはこれはですね、金と暴力でのことですから、クソ野郎を言わなくてもですね、十分わかりますし、で1億円というのは非常識な額ですよね、はっきり言って。ですから、まあクソ野郎を除いて、まあとにかくスラップ訴訟を仕掛けたということ自身がですね、今とにかくまともでないということを、まあかつての、維新の水道橋田博士に対してやったということもそうですけどね、それ分かりますので、その方が良かったんじゃないかと思うんですよね。一般的にはごくノーマルな額でのことですよね、筑田先生ね。この1億というのはちょっとでかすぎますよね。まあそうですね、はい。それが向こう側が仕掛けてくる、まあ維新というとまた怒られるかもしれない、維新と、まあ、山口側がやってくるスラップ訴訟というのが、いかにまともでない人間がやってくるということが分かっただけでもいいんじゃないですか。
ですから、まあ、そういう山を除いてですね、まあ、あなたがまともに勝ったんですよ、本当に。ありがとうございます。まあ、いろんな訴訟に関して、自由に論評されたっていうことだと思います、今ね。まあ、そのように論評する自由はあろうかと思います、私は。かつ私も1億円超のスラップ訴訟とこのように言いましたね。一般の人に対してよりお金を持った人、権力を持った立場の強い方が1億円で訴えてきた時、もう生活がまずできませんので。だからこれは、暴力と金とおっしゃってますけど、その金は私は暴力だと思ってますので、同じ意味ですけど、まあ、暴力と金っていうスローガンがええんちゃうかっていうのはまた一つ参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。この高い、まあ、この高いね、裁判をやればその保証金ですからな、あれ払いますよね。印紙代ですか。印紙代でね、まあ国が儲かるからそれはいいかもしれませんけどね。スラブ訴訟は問題だなと思ってます。それとですね、このような山口紀之を未だに使っている雑誌の編集者並びに雑誌の発行者に対してはどのような感じを受けますか。例えば月刊花田とかいうですね、花田和幸ですね。まあ彼とはね、私はもう30年以上付き合いなんですけどね、文芸春秋社でね、それをどう思いますか。まあ、あまりこういう名刺を挙げて、そこへ その視聴回数が増えるとかっていうのは喜ばしいことではないと思うので、私の口からその雑誌の名前を言うのは控えたいとは思いますが、私が何か私の印象操作みたいな記事を、この山口さん自身が投稿されてて、でその投稿記事がダントツ読まれている記事だということだそうなんですよね。まあなんて言うんでしょうか、まあ、その記事自体は非常にまあ、名誉毀損されないテクニカルにはギリギリ外した、私が何かもともと過激派であったりとか何かこの裁判と関係のないような印象操作記事で、だけどそこには私がじゃあそういう人物、危ない人物であるという証拠もなければ、ギリギリのその名誉毀損にならない程度のその外し方みたいな記事になっているので、こんな記事を投稿すること自体が山口さんご自身の名誉を下げる記事ではないかなっていう感想を持ちました。まあ自由なのかもしれませんけどね、論評は。フリーのことです。ダントツに読まれている人だって大した数じゃないんですよ。月刊花田っていうのはね、2万5000ぐらいしか売れてないんですよ。非常に売れてない雑誌ですからね、その中で読まれているだって大したことありませんから、心配することはありません。ありがとうございます。僕なんかね、月刊花田が創刊されてからね、まあ、花田紀之はね、まあ、知り合いですけど、一回も買ったことがありませんし、一回も読んだことがありません。はい。他にご質問ありますでしょうか。なければ記者会見を終了したいと思います。お忙しい中に、参加してくださいましてありがとうございました。これで記者会見終わります。